サーハー航空はイランのテヘランを拠点とする航空会社。3機のボーイング737による国内旅客便とボーイング747による不定期の貨物チャーター便を運航している。同社は1990年イラン空軍の完全子会社の形で設立された。国内定期便はテヘランのメヘラーバード国際空港からのデイリー運航便を含むマシュハド。 キーシュ島、アサールイエの便があり、またシーラーズへも定期的に飛来する。2013年5月に運航を停止。2017年よりボーイング737を使用して運航を再開した。ボーイング707サーハー航空は旅客運送でボーイング707を運航する世界最後の航空会社として著名であった。これらの707は以前に 空中給油機であったもので引き渡しは1976年。1979年以降、アメリカ合衆国による経済制裁でイランが新機材の購入ができなかったため旅客運送に転用された。アメリカ国民を含む航空ファンがアンティークかつ良好に維持された707で飛ぶため定期的に巡礼に訪れており、これには企画ツアーによるものも含まれる。 軍用機として運用された前歴のため、これら707は散発的な作戦行動のほかは待機している時間が長く、航空会社での機体の飛行時間はそれぞれ約2万5000時間程度で非常に少ない。これはサーハー航空の707がなおしばらくは飛行が可能であることを意味する。2008年、戦術のものとは異なるイラン空軍の707が 旅客用に転用され、EPSHG として登録された。これはイランで最も古い707であり、製造は1972年である。これは、ベヘラーバード国際空港にあるファジュルアーシアーン社で、オーバーホール整備を受ける EPSHV を代替するためであった。したがって2013年の運航停止時まで、使用されていた707は EPSHK、EP 種、 EPS-1G の3機であった。サーハー航空の機材は以下の通り、フライトインターナショナル、ジュライ2005。ありがとうございます。